ガーターセレモニーに際して、紋章館の羽織をまとう。第10代、順段シャクサーヘンリー・エドガー・ペーストニーコール、ベディンフェルドは、イギリスの紋章館。エドマンド・ペーストニーコール・ベディンフェルドと、その妻ジョアン・リーズとの一人息子として生まれた。ヨークシャーの私立校、アンプルホース・カレッジに学ぶ。これ以降は、紋章館としてのキャリアを歩み続けることとなる。 1983年から10年間にわたって赤十字文章館法を務めた。続く1993年にはヨーク文章館に昇進している。さらに2010年には上級文章館であるのロイヤルスター統括文章館に就任して2014年までその職責にあった。また統括文章館在職中の2011年に 父の死去に伴って、順番借位を継承している。文章官職以外にも、ケンブリッジ大学附属文章学、系府学協会名誉副会長を務めている。また、2012年から翌年にかけて歴史ある、同業組合の一つ、公的専門資格従事者名誉、組合組合長も引き受けている。1968年に、メアリー・アンブローズと結婚して、 自難事情を設けている。彼個人の文章のエスカッション部分を描いたもの。ありがとうございます。